はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずっコです。それでは今回なんですけども、7月11日はセブンイレブンの日、PayPay 決済でチャムスのエコバッグをゲット。お得なキャンペーンと組み合わせて、次回予告もお得にということで、今回はセブンイレブンのキャンペーンについてですね、まあ、実際にこちらのキャンペーンに関しましては、僕も実際に参加してきましたので、まあ、それについての解説と、次回のキャンペーンについてのお得な使い方もお伝えできればと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。 ということでですね、今現在ペイペイではこちらのセブンイレブンのキャンペーンが開催中でございます。7月はセブンイレブンでペイペイジャンボ1等歳で1000%戻ってくるキャンペーンということで、まあ1等から3等まで当たるというようなキャンペーンなんですけども、まあこれに関連してですね、セブンイレブンでもう一つキャンペーンが開催中でございます。 それがこちらなんですけども、PayPay で一度に税込み700円以上の決済をすると、チャムスコラボエコバッグプレゼントということで、これですね、まあ数量限定とはなるんですけども、まあ、とりあえずセブンイレブンで税込み700円以上決済したら、まあ先着にはなるんですけども、このエコバッグをもらうことができるということになっております。まあそれの日付がですね、今下にも出ているように7月の11日よりスタートとなっております。でですね、この1店舗あたり先着50枚までとなって おりますので、まあ、本日この動画をアップした時までにもうすでに参加された方もいらっしゃるかもしれないですしもしくはまあお店によってはまだその日もしくは次の日ぐらいまで残っていればもらうこともできるんじゃないかなと思います。 で、このエコバッグがもらえるキャンペーンに関しましては、第1弾が今回スタートして、それが17月の11日の0時からスタートと。そして今回ですね、もう一つ第2弾もあるということで、まあ、なのでもしですね、この第1弾参加できなかった方は、この第2弾に参加してみるのもいいんじゃないかなと思います。ちょっとですね、まだこれについての詳細は出ておりませんでした。で、もしですね、このエコバッグもらうときに、まあ、一度に税込み700円以上の決済が必要とはなるんですけども、PayPay ペペでの決済が必要とはなるんですけども、まあ、普通にもちろん好きなものを購入 購入してもいいんですがまあ、それに加えてですね、セブンイレブンで2つ今キャンペーンが開催されてたので、まあ、それと組み合わせれば結構お得かなと思います。まあ、せっかくなので、それもお伝えします。それがまずこちらなんですけども、キリン生茶デカフェ 430ml を1本まず購入をすると、そしたらですね、まあ、上のイラストにも出てるように、 キリン生茶 600ml の無料引き換え券がもらうことができます。まあこれ1本無料の引き換え券となりまして、これはですね、引き換え券というよりは購入した際にレシートが出てきまして、そこにまあバーコードが記載されているので、それが無料の引き換え券となります。 で、この引き換え券の発行期間なんですけども、2020年の7月の7日火曜日からスタートしておりまして、7月の13日の月曜日までとなっております。で、引き換えの期間に関しては、7月の7日、まあその日当日でもできるということになりますね。まあ7月7日の火曜日から7月の20日月曜日までとなっておりますので、まあ購入した時にすぐにレシートが出て、まあ控えてもいいですし、まあちょっと日付を変えて、また改めて別の日に引き換えるのも全然ありなんじゃないかなと思います。まずこれが一つ目ということですね。それでは つ目ですねちょっと画質がなくて申し訳ないんですけどもこちらのキャンペーンとなっておりますアルフォートミニチョコレート1個を購入したらですねアルフォートミニチョコレートプレミアム濃い茶というのがですねこれが無料の非会券がもらうことができますこれも原理としては先ほどのお茶と同じでですね、まあ、購入した時にレシートが出てくるのでそこに非会券のバーコードが出てきますでその時にそのバーコードを店員さんに見せれば、まあ、プレミアム濃い茶のアルフォートをもらうことができるということになりますでですねちょっとここ気をつけて けけて欲しいんですけどもまずこの無料の引換券発見期間に関しましては2020年の7月7日火曜日から7月の13日月曜日までこれはまあ先ほどのお茶と変わりはないんですけども 控えの期間に関して、ここはちょっと先ほどのお茶と変わります。控えの期間に関しましては、2020年の7月の15日火曜日から7月の28日火曜日となっておりますので、もしですね、この R4 と購入して、まあとりあえずバーコードが出てくるんですけども、すぐには控えはできず、7月の15日火曜日からとなっておりますので、ここは間違いないようにお願いします。なので、あの購入した際にですねあの、結構長いレシートが出てくるので、まあ、すぐには捨てず、ご自身で、まあ、保管、まあ、保存していただくのが一番いいか なと思いますなので、ここはぜひですね、お気をつけください。以上がお得な購入方法についてだったんですけども、早速僕もですね、このキャンペーン参加してみましたので、まず、あ、ひそちらもお伝えしたいと思います。それがこちらなんですけども、まあ、こちらお茶をですね、まあ5本買って、そしてアルフォート1個購入したと。それで700円以上の決済ということで、チャムスのこちらのエコバッグをもらうことができました。まあ、これですね、僕、あのー、朝1ぐらいかな、朝の6時ぐらいにセブンイレブンで行ったんですけども、まだ全然その日、まあ、当日、今日ですね、今朝あった 全然問題なかったんですけどももう一回ですね、ちょっとあの、お昼というよりかは、まあ、15時、16時あたりぐらいに、もう一回セブンイレブンに行ってきて、今度はアルボートをですね、7個購入して、そしたらまだエコバッグあったので、とりあえず2個はゲットしました。まあ、せっかくなんでちょっと使いたいと思うんですけども、ちなみにですね、なんと p a y p a y ンボの3等が当たったんですよね。<laughs> あの、結構このキャンペーン始まって、ちょくちょくセブンイレブン利用してたんですけども、全然当たってなかったんですよ。けどですね、あの、今回なんと3等が当たったということで、むしろちょっと こっちの方にテンションが上がりましたね。まあ実際にですね、購入した時のレシートがご覧の 通りりとなっておりまぁ、まあ、先ほどお伝えしたように、まあ、購入した分の控えの無料のバーコードがですね、まあ、下に出てるので、まあ、ちょっとそれは隠してるんですけども、お茶に関してはですね、すぐに交換できるんですけども、先ほどお伝えしたアルフォートミニに関しては、まあ、期間がもう少し先にはなるので、そこはちょっと僕も間違えないようにいきたいと思います。まあ、せっかくなんでね、まあ、チャムスのエコバッグ少しだけレビューしたいと思うんですけども、デザインとしたらこんな感じとなっております。チャムスのロゴと下にペイペイのロゴですね。まあ、材質的にはよくあるようなエコバッグの材質ですね。で 開いた感じはこんな感じとなっております。意外とまあちょっとこの状態ではちょっと伝わりにくいところではあるんですけども、思ったよりまちょうどま持ち運びにはちょうど良い,いようなサイズかなと思います。ちなみにですね、ちょっと上の部分にポケットがあるんですけども、まあ、これに関してはこの中に全部収めて。 それでこのサイズになるっていう感じなんで、保管的には結構しやすいのかなと思いますね。まあ、カバンの片隅とかに入れておくのも全然ありだなと思います。で、実際にですね、このチャームスのエコバッグ開いた感じなんですけども、ご覧の通りですね。まずロゴがですね、ここに PayPay ペペのロゴがあります。まあ、キーホルダーみたいな感じで、で、この鳥がですね、あの、カバン持ってるんですけども、よく見たらですね、セブンイレブンカラーになってるんですよ。これ結構可愛いですよね。 であとは、まあ、チャムスの、まあ、スマホ持ってるような感じで、まあ、ペイペイっていう風な音符が出てるっていう感じなので、本当にこうチャムス、セブン‐イレブン、ペイペイ、まあ、いい感じにこうコラボができてるなっていう感じにはなってますね。で、実際に入れた感じなんですけども、ご覧の通りとなっております。まあ、今回購入したです、ね、お茶であったりとか、もう1本飲んじゃったんですけども、アルフォートミニであったりとか、まあ、これが結構余裕な感じで入るんで、まあ、実際にこう私生活とかでもスーパーで持ってっても使えるような印象ではございました。 なので今回ね、手に入れた方は普通にお買い物の時にでもまあ役に立つのかなと思います。以上がエコバッグについてのレビューでした。それでは次ですね。じゃんということで次は予告についてですね。 セブンイレブン限定ラインポイントプレゼント7月13日月曜日開始キャンペーン専用パウチゼリー対象商品50ポイントサントリー対象商品20ポイントということでまあ、ちょくちょくねこのラインポイントと、まあ、セブンイレブンのキャンペーンですね開催されていることはあると思うんですけども開始されるのは7月13日の月曜日からとなっておりますなのでここもう間違えないようにお願いしますで今回ですねラインポイントが50ポイントと20ポイントの、まあ、対象商品というのは分かれてるんですけどもまず50ポイントの場合はパウ 打ちゼリーということになっておりますあまりちょっと僕自身はですねちょっと飲む機会はないんですけどもまあ、ご覧の通りの8種類となっておりますであとこの20ポイントに関してはサントリーの対象商品となっておりますまあ、サントリーの緑茶イエモンであったりとかデカビタとかあとはウーロン茶とか天然水とかですね、まあ、この4種類が20ポイントということですねでですねまあ、普通にこのラインポイントのキャンペーン参加しても全然 OK なんですけどもまあ、させっかくならね全然お得に使うのも全然ありだなと思いましてまあ、その方法がですねこちら ののラインペイ,のポインペポトクラブですね、まあ、よく僕も動画で紹介させていただいたことはあるんですけども、せっかくなんでまあこれを狙いに行く方であれば、この方法もありなかなと思います。ちなみにこのラインポイントクラブってまあ4種類あるんですけども、レギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナということで、まあ、それぞれですね、このポイント、過去6ヶ月間のポイント獲得量に応じてマイランクが変動ということになるので、 もし、まあ、ゴールドとか、シルバーとか何かしらのランク上げたいなっていう方であれば、先ほどのキャンペーンと組み合わせてみるのもいいんじゃないかなと思います。 ちなみに一番右にあるプラチナランクに関しましては5000ポイントとプラスアルファでビザラインペイクレジットカードが必要とはなるのでまあちょっと条件的には厳しい方も中にはいらっしゃると思いますですけどもこのゴールドに関しましては誰でもなることができますまあ500ポイントだけ獲得できれば誰でもなることができるのでもしラインペイのポイントクラブですねランクアップされたい方はこれを狙ってみるのもありだと思いますちなみにゴールドに関しての特点に関してはクーポンが6枚もらえたりとかチャージペイが2%であったりとかラインデリマ10% などまあ、ちょっとした得点もあるので。 ま、使い方によってはちょっとお得かなと思います。で、まあ、攻略方法としたらめちゃくちゃシンプルですね。あの、対象商品、50ポイントがもらえる対象商品を10個購入すれば、とりあえず次の月にはゴールドになることができます。まあ、単純に50ポイントかける10、これで500ポイントということですね。なので、例えばですね、このこんにゃく畑のゼリーですね、これを税込み773円ぐらいだったんですけども、それを10個購入して1730円分にはなるんですけども、それを購入したら次の月には ゴールドとということになるので、まあ、多分ですね、まあ、このやり方がシンプルで一番簡単なのかなと思います。まあ、けどですね、まあ、少し前の動画のちょっとおまけの部分でもお伝えしたんですが、今月ぐらいから l i n e p e のクーポンがちょっとですね、前よりかは少し使いづらくなっているような、まあ、何パーセントオフとかのクーポンにはなっているので、まあ、昔 ちょっと前に比べたらうまみ自体はちょっとなくなっている部分ではあるんですが、まあ、何よりかは全然あった方がいいかなと思うのでもしゴールドを狙っている方はですねぜひこういった方法を試してみてください最後に今回お伝えしたキャンペーン簡単にまとめさせていただきたいと思います まず一つ目は、ペイペイ決済でエコバッグ先着ということで、チャムスのエコバッグですね。一店舗に50個までしかないんですけども、以上、税込み700円以上の決済でエコバッグもらうことができますので、まだちょっとこの動画見られてすぐセブンイレブン行くのもありだと思いますし、次の日まで残っていれば、まあそれを狙ってみるのもありなんじゃないかなと思います。あとは、キリンの生茶、デカフェ購入で無料の生茶の非会見がもらえると。あと、アルフォートミニのキャンペーンですね。これもアルフォートミニ1個購入するごとに、 アルフボートミニのコイチ茶というのですね。これの無料の控え券がもらえると。 で、日付に関してはこの動画をアップする数日後になるんですけども、7月の13日より対象商品を購入することで、LINE ポイント50ポイント、もしくは20ポイントがもらえるキャンペーンもスタートします。まあ、ぜひですね、LINE ペ y のランクアップ狙ってる方はぜひこの方法でも試してみてください。で、ちょっとこの中の動画では紹介してないんですけども、セブンブンのアプリですね、今入れておくと、今月いっぱいであれば、金曜日、土曜日、日曜日で使えるおにぎり無料のクーポンというのがもらえるので、ま、ぜひですね、セブンブンのアプリ入れておくと、また来週ですね、クーポンもらうことができますので、 ぜひ、まだ入れられてない方は試してみてください。まあ、そんなこんなで今回は7月11日セブレブンの日ということで、まあ、簡単ではありましたけども、キャンペーンについてまとめさせていただきました。いや、本当にね、ペイペイ、僕的には今回はペイペイジャンボが当たったのが結構テンションが上がりましたね。まあ、ちょっとさすがにまあ、1等とか2等っていうのはまあ、ちょっと夢の話なのかなと思うんですけども、あまりちょっとこれに関しては無理なく使っていこうかなと思っております。まあ、まだ今月もね、もう少しまだ、もう少しではまだまだあるので、また当たったりしたらですね、まあツイ とかなりた今回お伝えしたキャンペーンに関しましては下の概要欄にリンク貼っておりますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました